実はこちらビーム原店さん、昨日6月24日新代理会が行われたばかりで、今日はその導入機種の中からですね、こちら押し順ケロルンですね、導入されております。今日はこちらを朝から、実践を行って、どんな台なのかというのをこの街道日記の中でご紹介できたらなと思っております。アローズスクリーンのシーサです。さて本日は福岡市早良区にございますビーム原店さんにやってきております。そして今回は街道日記番外編ですね、今回実践する機種は昨日導入されたばかりの最新台の中から押し順ケロル、こちらを実践していきたいと思っております。そして今日は入場順が3番目の入場です。長かったですね。整理券配布まで約2時間待っておりましたけれども、まあ、これでなんとか台の方を抑えれるかなと思います。やっぱり勝負する以上はプラス収支目指していきたいですし、最新台の魅力をちょっとでも皆様にお伝えできたらなと思っております。それではシーサの街道日記番外編、よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます、よろしくお願いします。さあ今日はビーム原店さんで番外編ですね、やってきました。おはようございます。最新台を押さえに行きます。昨日が入れ替え初日、今日は入れ替え2日目なんですよね。で今回挑戦するのはこちら押し順ケロルンでございます。昨日が初日なんで、そうですね、1日前がビッグ47、すごいですね。こっちが37。はい、今回はですね、最新台の実践ということで、街道日記番外編押し順ケロル挑戦してまいります。よろしくお願いいたします。昨日導入されたばかりの最新台ですね。もう見た目、そして通常時の演出に関しては、もうケロットシリーズ、特にケノット3に近い感じの台になりますね。ノーマル A タイプではなく、今回は AT 機として生まれ変わったこの押し順ケロルンです。AT 機なんですけど、本当に通常時はボーナス当選するときちんと告知してくれますから、反面告知の A タイプと思って打ってもいいんじゃないでしょうか。ただ今回の魅力はボーナスのループですからね、ボーナスに当選した後が重要な台だと思います。まあどういう展開、どういう結果が待っているか分かりませんけれども、やっぱり AT ならではの楽しさが味わえましたねと言えるような展開をどんどん作っていけたら今日はいいなと思います。そのためにはいかにボーナスのループ立てれるか、一撃何枚何千枚と、そういう波ももちろんあるでしょうから、今日はそういういいところを一つでも残して締めくくりたいですね。
スです。チェリーからですね、ボーナス当選です。まあ、こういった感じで、ね、ボーナス当選劇となるのはレア役です。あ、マウンドもある。止めます。最初のボーナスはビッグボーナスでございます。はい、赤7度目のビッグボーナス。最初のボーナスがビッグで良かったです。さあ始まりました。ビッグボーナスは30ボーナスゲームと3回のジャックゲーム、30ゲーム消化か3回のジャックゲーム消化で終了となります。で、今回のこのオシチュンケロルンの面白いところは、このボーナス中にボーナスのストップ抽選が行われるというのが特徴ですから、見事ボーナス中にボーナスのストップに当選した場合はボーナスが終わって32ゲーム以内に放出となります。そしてジャックゲームあります。3回ジャックゲームありますから、1回目2回目は普通に押し順に従って突入させてください。さあ、これで1回目のジャックゲームが終了になりましたので、再びここからボーナスゲームの残りを消化していきます。で、今ジャックゲーム中にこの星のレベルが1から2へと変わりました。これが高ければボーナス終了後32ゲーム以内のボーナス当選率が上がると言っていいと思います。ここまでいけば32ゲーム以内のボーナス当選ですね。ボーナス放出ですね。これが2回目のジャックインです。はい、これで2回目のジャックゲームが終了です。で、まだ4ゲームしかボーナスゲーム消化してませんから、残り26ゲームは消化することができるんですが、ジャックインをさせてしまうとそのジャックゲームでボーナスが終わってしまいますので、ここからはですね、3回目のジャックインを外さなくちゃいけません。残りゲーム数がまだあるときは、ここはまだ24ゲーム残ってますから、当然逆押しでジャックインを回避します。もう残り5ゲームですから、ここはジャックインさせた方がいいですね。はい、3回目のジャックゲーム、8枚ベルがあと10回揃うとボーナスは終了となります。カエルが顔を出した時はレベルアップのチャンスです。はい、これでレベルがさらに上がります。レベル3ですね。期待していいんじゃないですか、この後のボーナスループは。1回目のビッグは207枚の獲得で終了です。この後は32ゲーム以内のボーナスに期待です。終了画面にもいろんな秘密があるようですね。水蓮の泉ステージ、このステージにいる間はボーナスのチャンスということになります。あ、2ゲーム目続きましたね。おいちょ、ダメですね。ちょっと期待薄いと言った感じでしょうかね。強い演出は入りません。そして水蓮のユニステージも抜けましたが、まだ25ゲームチャンスは残ってます。可能性は残ってます。さあ、これでボーナスが終わって32ゲームを消化になりますので、先ほど1回目のビッグ中ボーナスのストックはできていなかったということになります。ボーナス中のボーナスストック抽選に当選していれば、この32ゲーム以内で次のボーナスという流れでしたけれども、ここからまた次のボーナスを追いかけます。消化ゲーム数が150ゲームになります。最初のビッグで獲得した分は今すべて
飲まれて追加投資を行いましたので、これが投資350枚目ということになります。さあ、やっとここでオレンジ来ましたね。今バーが滑ってオレンジが降りてきました。平行ドローならジャックオレンジ、斜めドローなら強オレンジ、強オレンジなら熱いです。さあ来ました、ボーナスまで162ゲーム強オレンジ、ボーナスはストライです。斜めドロイのオレンジ、もうこれはケロトシリーズでもボーナス一体ができる役としてありましたよね。発展です。あとは3つの連続演出、さあこれでハートが4つになりました。当たりですね。ボーナス当選167ゲーム2回目のボーナス当選は350枚目の投資を行ったところ。さあそれでは行きましょう。2回目のボーナスはどっちでしょうか。で、ワンベッドボタンで自動ドロイ。レギュラーボーナスとなります。勝手に揃ってくれるんですね、ファンベッドで。さあ、レギュラーボーナスは8枚ベルが10回成立すると終了となります。でもちろんこのボーナス中も1ボーナスの即決戦行われていますので、レギュラーの後も32ゲーム間はボーナスのチャンスということになります。終了となります。獲得枚数は52枚です。今度はボーナスのループが欲しいところですけど、終了画面でいきなりメインランプ、これは嬉しいパターンですね。ゲコゲコと言いました。なのでもちろん1ゲームですよね。ここはレギュラー終わって1ゲーム目ボーナス確定です。これが今回の落ち着いてのルームの面白いところの一つ、ボーナスのループに期待が持てるボーナスです。さあもう一回ワンベッドで自動停止、自動ドロイします。はい、2回目のビッグボーナスです。1ゲーム連でのボーナスです。いや、気持ちのいい連チャンですね。終了画面で光るって嬉しい。さあもちろんこのボーナスも1回目2回目の弱点は成立させ、3回目の弱点をどこで成立させるか。もうね、大好きこの音楽が。さあ本日2回目のビッグですけれども、上げております。そしてこれで3回目のジャックゲームが終了ですね。211枚の獲得、レギュラーの後のビッグでした。さあどうでしょうこの32ゲーム。あ、いきなり演出入りましたね。2ゲーム目、この連続が熱いんですよね。ボーナス終了後3ゲーム目、ここはチャンスです。ここはチャンスです。4ゲームまでいけばかなり熱い、5ゲームまでいけばもうボーナス当選です。はい、これでビッグが終わって32ゲームを消化になります。レギュラーのあと1ゲームでのビッグありましたけれども、その後はループラッシュ、ここまでビッグ2回、レギュラー1回を消化しています。というわけで今回は番外編としまして、こちらビーム原店さんお邪魔してますけれども、まあ、やっぱりオシジンケロルン AT 機に生まれ変わったケロットシリーズと言っていいんじゃないでしょうかね。やっぱりちょっとこれまで A タイプでは物足りなかったなと感じる方にも、ボーナスのループがあることで AT 機に負けないぐらいの楽しみとか
一撃の魅力っていうのを味わえることができるんじゃないかと思います。まあそういう意味ではまだまだそのタイの魅力は僕は引き出せてないと思ってます。タイの魅力的な展開、これを今日は一つ作ってカイド日記番外編最後は締めくくれたらなと思っておりますので、まあまだまだ今日はオシジュンケロレン楽しんでいきたいと思います。それでは後半戦もよろしくお願いします。戻ります。だってケロットシリーズって言えば別に中から音が右から音が良かったじゃないですか。今回エンディングですから第一停止は左リールでお願いします。今初めて知りました。そういえばそうですね、エンディングですからね、ブブブって言われます。知ってました？あ、常識ですか、すいません。先ほど外してますけれども、今度はジャックオレンジの平行ドロイ。ジャックフラグですけど、期待していいでしょう。オレンジが揃った時点で。あ、今バウンドしませんでした、大胆弟子。今バウンド、気のせいでしたかね。大胆弟子バウンドならこれ激アツですよ。チャンスランプも光ってます。あ、チェリーが成立してましたか。演出的にはですね、これボーナスに期待できる演出、ほら、バウンド来た。バウンドプラス、子役外れたらいいんですけど、今のベルが揃ってましたね。ここも大事でし、バウンド、ベルドロイ。当たりです。当たりです、デカ帰り。やっぱりさっき第3選手バウンドしてたんじゃないですかね。当たりです。141ゲーム、4回目のボーナス当選となります。ここは平行ドロイのジャックオレンジからです。はい、これがビッグ3回目。いい感じでボーナスが引けてます。ここは追加投資がありません。今日はここまでレギュラーのあと1ゲーム目でのビッグありましたけれども、やはりビッグの後のビッグ、ビッグのループが見たいですよね。これでレベルが2に上がります。はい、これで3回目のボーナスが終了です。ここは星のレベルは2でした。意外とあったりして3ゲーム目、ここチャンスですよ。この演出当たれ、第1戦して当たれ。ああ、あった、ありました。レベルは2のピックでしたから、まあ、ここは微妙かなと思ってましたけど、今日初めてですね、ピックが終わった後24ゲーム連絡もなかったので、おそらくはボーナス中の抽選で当選していたということでしょう。本日5回目のボーナス当選です。はい、ビッグボーナスです。これで4回目ですね、ビッグは。200枚ほどの持ち込みがありますので、これで投資の350枚以上の獲得にはなります。いや、分かりませんね。1回目2回目のビッグでは星のレベルは3だったんですけど、3回目のビッグは2でループですからね。上がりましたね。これでレベルが2となります。
ラスゲームも残っているところ、ここは4を超えたいですね。今日はこの3がまだ最高です。このボーナス自体ホストレベルは2で挑戦してますから、4までいけばかなり期待していいと思います。3という結果でした。レベル3になってからもチェリーやオレンジありましたけれども、4には届かず214枚です。さあ3回目のボーナスとなるでしょうか、このループ。あ、水蓮の泉ステージ、ここ夜背景です。いつもは夕方背景が基本なんですけど、夜背景はさらにチャンスアップとなります。期待していいでしょう。5ゲームまで行けばもうボーナスは間違いありません。さあ4ゲーム目、ここで当たるかもしれませんね。当たりです。早かったですね、ビッグが終わって6ゲームボーナス当選です。7ゲーム目ですね。今がここもビッグ、これで全部で6回目のビッグボーナスです。1回のビッグと1回のレギュラーということになります。さあ続きましたね、ビッグが3回続きましたので、これで一気に持ち込みは600枚ほどとなります。ボーナス終了時には、まあ、これがこの落ち着きキャロルの一つの理想的な流れではないでしょうか。まだ上がっておりますが、ここでレベルアップのチャンス。まだレベル4以上は今日一度もありません。ローチェリーです。ローチェリーからレベル4、だいぶ期待できるでしょう。ここは残り9ゲームか、外します。8ゲームも外します。さあ初めて行きましたね、レベル4まで残り4ゲーム。ここはさあこれで本日5回目のビッグが終了となります。星レベルは4となりましたので、ここもボーナスループのチャンスです。ビッグビッグビッグ、そして今度は1ゲーム連です。素晴らしい展開が来てるんじゃないですか。これでビッグ4連発ということになります。左から押しに出るね。こうなるとこれまでのケロッとシリーズでは味わえなかったエンディングならではの展開と言えますよね。しかも今回はビッグの後のビッグです。1ゲーム連でレベルアップはありません。さあもうジャックゲーム3回目、そしてベルも残り2回で終了というところ、レベルアップのチャンスです。レベルが3、ギリギリで3まで上げましたね。さあそして本日10回目のビッグがこれで終了となります。あ、ひまわり登場で、ここもボーナスループの大チャンス。ここまでビッグのみで7連ですからね、かなり大きな枚数になってます。今まで終了画面では一度も出てこなかったひまわり、主査で間違いないと思います。ボーナス7連というのは大きいですけど、それが全部ビッグというのがすごくいいですよね。当たった。さあボーナスが終わって8ゲーム。これでボーナスが8連目ということになります。
ので、またここからさらにループとなれば次はビッグに期待ですよね。まあ確証はないですけど、レギュラーの後のボーナスはビッグに期待という感じですね。終了ですが、ここまででボーナスがなんと8連というところです。さあまだ続くでしょうか。あ、レアヤフかな。あ、違う、リプレイでチャンスランプ。ここ熱いんじゃないですか。28ゲームですけど、まだスイレンのイルミステージが続いてます。そしてここで7秒レンジ、強レンジでございます。当たった。さあこれでボーナスが9連目ということになります。そして先ほどはレギュラーボーナスでしたから、ここはビッグに期待したいですね。29ゲーム、あ、レギュラー、またレギュラー。そして1ゲーム目強烈、さあこれで本日は3回目のレギュラーボーナスが終了です。ここまででビッグ7回、レギュラー2回、合計9連のボーナスがあります。当たれば10連目ですからね。ボーナスすごいですよ。さあ3ゲーム続きました。あ、オレンジ、4連目は出し、これで、ね、32ゲームを消化ですから、ボーナスのループはここまでということになりますね。ビッグが7回、レギュラーが2回、素晴らしいボーナスのループだったと思います。110ゲームまで消化しました。まあ、今日見れたらいいなと思 う, こう演出の流れ、あるいはボーナスの流れ、一通り見ることができたので良、かったと思います。今日はここでお尻ケロレン交換して終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。一通りボーナスの連チャンが終わった後、まあ、多少通常ゲーム回して減らしはしましたが、交換枚数はこちら940枚です。投資が350枚でしたので590枚のプラスという結果で、最新代のオスチュンケロルン楽しむこともできたし、勝つこともできたので良かったと思います。今回の番外編は以上で終了になります。ありがとうございました。はい、実戦終了でございます。今日は推し順ケロルン、こちらの最新台に挑戦してまいりました。先に収支の方から申しますと、投資が350枚、そして最終交換枚数はこちら940枚でしたので、結果はプラス590枚ということで勝つことができました。まあ、通常時のボーナス当選までの流れ、そしてボーナス中の流れ、ボーナスループのこう仕組みというか、推し順ケロルンがどんな AT 機なのかというのをよく今回は知ることができたので本当に良かったと思います。まあ、いろんな当たりのパターンも見れましたし、結果的に勝ちましたし、楽しい番外編の収録でした。以上、シーサの街道日記番外編でした。